1789年のフランス革命を記念した祝日にあたる14日、聖火リレーがパリ市内に入りました。第一走者はオリンピックでサッカー男子フランス代表監督のアンリさんが務めました。オリンピック招致のきっかけにもなった2015年のテロ事件の現場に聖火が到着しました。2015年のパリ同時多発テロ事件の現場では、事件の被害者から当時30歳だった息子を亡くした男性へと聖火が受け継がれました。聖火リレーは15日に凱旋門やエッフェル塔などを回った後、16日以降にパリ周辺の地域を巡り、26日の開会式で聖火台に灯されます。